まれて気の小さい男で、もう小心翼々というような男でございますから、また一面豪放磊落という面もあるんですけども、まあ子供の時からまず僕はね、一つ言えることはやっぱりもう怠け者、とにかくね、お袋からしょっちゅう怒られたこと、怒られておりましたことは、私は兄弟4人ですけども、あとの3人はね、僕から言えばね、どうしてこんなに真面目なんだろう、どうしてこんなにちゃんとお勉強するんだろうと思うと、この親からまあ非常にまあ自分のいい子供だと思われるような3人でした。私だけがまあ何で何か3人とは全く違った、もう野放図な怠け者でやんちゃ者で、まあいい加減な子供だったというのが私の子供時代の思い出でございます。したがって親父はあんまり文句はなかったけども、やかましいおふくろがですね、いつも言うとった、あとの4人子供を産んだけども、あとの3人はね、私に似て、私に似てって言うたね、はっきりいい子なのに、どうしてこんなまがい物みたいなのが生まれてきたんだろうと。私の親両親もそんなにね、まあ不真面目な両親じゃないと、非常に真面目な固い両親だったから、お父さん、おとらくお父さんの血筋の方でお前見となんがおったんだろうと言って、親父の方のせいにして僕をいつもまあ送っておりました。ただまあ学校の勉強っていうのは一切してない、もう家帰ったらランドセルを掘り投げて夜が真っ暗くなるまで遊びたおけとっておりましたけども、まあ小学校というのはね、これはもう勉強なんかしなくていいんですね、頭の問題なんですね。だからまあ母親が頭良かったからかどうか知りませんけども、何にも勉強しなくても小学校でまあよくできて、昭和15年に紀元は2600年の時に広島県立広島第一中学校という、当時広島で一中と言われておったんですよ、そこへ入ったんですが、その時の1年の時のその担任が極めて軍国主義、今で言えば軍国主義者で、ね、生物学の先生でしたけどね、大体がその広島一中という中学校は、まあ、当時の、まあ、広島の高等学校行くか高等師範学校行くのも多かったですけども、すぐ近くに 海軍兵学校があったので海兵と言いましたけど、そこへ行くか広島に幼年学校があったから幼年学校行くか、あるいは中学校4年5年から海兵とか陸士へ行くと、それから広島の高等学校、あるいは今度学校の高等師範学校、大体そういうのが一中から行く連中でしたけども、まあ、優秀な子は1校とか3校も行っとったらしいですけども、私はまあそういうことで、私の担任の先生がとにかくこの中からとにかくもうすぐその4年学校を切ろうと、陸軍4年学校で、その4年学校をもし1年か2年か受けてダメだったら4年か5年ですぐそこに海兵があると、海軍兵学校呉に、ね、江田島に、そこかもしくは陸士へ行くと、でそれがあかなんだら広島の高等学校行って、まあ、どっかの大学行ったらと、京大でも東大でもというほど、僕の担任の先生はもう昭和15年16年時代ですけども、まあ、軍国主義者でした。で私はもう極めて純真な、もう おぼこい 今の京都弁で言えばおぼこい 子供でしたから、ああこれはそうかと、じゃあ4年学校受けないかんなと、先生に言われる通り、その小学1年の時4年学校受けたんです。とか試験というのはですね、これは私が言うまでもなく、実力3部か4部、運が6部か7部、受験試験というのは、で私は運が良かったと思うんですね、7部の運と3部の実力で、1年学校で4年学校通ってしまったの、合格してしまったんですよ。で4年学校3年間、それと今度は次は士官学校、これは中学校の4年、もしくは5年から受けるものと一緒になるんです。それでは士官学校で1年あまりおって、それから今度は地上と航空に分かれるんです。地上というのは歩兵とか砲兵とか騎兵とか、であとは片っぽ航空という、で士官学校本科といって分かれるんです。地上は陸軍士官学校、だから航空は陸軍航空士官学校で、私はもちろん運動神経がもう頭はともかくて運動神経が良かったから、体も良かったし、でも私が航空にならなきゃ航空にな
なるやつおらんだろうというような時代と思っとったけど、その時代がもうね3分の1は航空でした。飛行機乗り、もう航空の飛行機の時代でしたから、私はその3分の1の方で航空士官学校行きました。で航空士官学校の在学中に日本は戦争に負けたと。つまり私は負けて残った兵隊ですから、自らは敗残兵と送っています。私は敗残兵でございます。で敗残兵で すぐ私は、私の母親の里がお寺です。母親の里が三重県のお寺で、名古屋の近くの伊賀の国ですけども、そこへ復員しましたら、私の非常に通ってくれたばあさんが、っていうのは私は次男ですから、そこのお寺は母親と女兄弟2人で僕の親父と結婚したから、僕がそこのお寺を継ぐべしということで、ばあさんは僕を期待しとったらしい。そのばあさんがね、僕がもうね勇ましい、僕はいつもね実家が長崎だったから、広島から長崎移っとったから、もう復旧かなったらその三重県の伊賀上野の凛々しい姿で休暇中にそこへ帰っとったんです。その凛々しい孫がですよ、落ちぶれた敗残兵の姿で復員したから、泣いてね、ばあさんが僕を見て泣いて、僕は雪正って言うんですがね、雪よお前かわいそうで泣くんですよ、ね、僕はやっぱりね、ばあさんが泣かれた時つらかったね。で泣いた後にね、ばあさんがこう言ったね、お前やっぱりお坊さんになれと。これが僕にまず、僕はもうあと半分約束で、やけくそでしたからね、士官幼年学校の士官学校、航空士官学校行って異国になっとったんですから、まあ何でもいいわと思ったからね、お前やっぱし言うたね、僕は分かったと、ね、坊主になれちゅうところまで分かったと。しかしね、この寺を次は聞けないと、そのために姉が来てるじゃないかと。しかし僕はもうその時も復員してね、航空士官学校から飛行機乗っとって復員して、もう何になってもいいわと思ってる時に、坊主になれって言われたことで嬉しかった。お寺のばあさんだね、母の実家だから。それでいや僕もその頃からやっぱり今でもそうだけど、男の一言に襲わないというような気持ちを持っとったんかな。それで僕はばあさんの約束通り、また仏教専門学校の1年に入り直しました。だから本物の坊主です。そんな途中から入ってるの坊主じゃないです。仏教専門学校に、中学校で行く仏教専門学校に一から入り直したんですから。それで仏教専門学校を3年卒業して、それでまあ地方院で修行して、その時の僕の前の学長、江谷龍海さんという人で、これはまあなかなか私も尊敬しとったんですけど、私は前の学長で、この人がね、君も仏教専門学校だけではダメだと、もっと学問やったらどうだってね、いやいや言われてね、僕はもう仏教専門学校で上司のお坊さんなんてそれでいいと思っとった、思ってて仏教専門学校勤めとったんですよ。ほんと君大学行くよって言うから、いや僕はもう今更受験勉強なんてね、もう今更嫌だと。そしたらね、もう青でも受けても通る大学あるって、どこやったら龍谷大学でしょうねあそうですかって、青でも受けて通るんやったら、ね、受けますわって言うてそれで受験勉強も何もせんと受けたらやっぱり通ったから、あなんてやっぱ青でも受けても通るんだなと思ったけどね。で大学院行って、でまあ武家大学の教授だねっちゅうから、で武家大学の教授になって、まあ教授をしているうちに学長になれと言われて、これは珍しかったね、40だったかな僕は、まあ50ぐらいですね。今はねもう随分若くなった、もうしかし35年ほど前はね50の学長なんておらなかった時代で、僕の年上のね65人で学長になるであろう人がねならずにいて、もうあの頃からね、なんか教授会の選挙なんですよ。僕も教授になってましたけどね、僕はもう墨の方で、まあ、新米教授だから墨のままに60前人が多かったけど、50代思ったけど、まあ、僕が一番若かったかな教授で、どこで歯車が教授が来るのかどうか知らんけどね、その当然なるだろうと思われておったら65の人の票よりか僕の票が多かったんですよね。でまあしょうがない、ね、これはね何もその当時のなんか仏教大学の経営者の理事長が決めたわけでもないし、ね、教授会の選挙だから嫌とは言えない。
でしょうがない、僕は学長になりました。で50の学長なんてね、ああまあ仏教大学なんてちっぽけな学校だから、あれば50でも誰でもなるわなって、まあ笑っとった人もあったらしいけどね、まあそれはそれで笑わしとったらいいんですけども。それから10年間学長やりました。その間に学問を捨てました。そして大学の経営で今の仏教大学、当時僕がなった時はね、僕はその前学長補佐で5、6年学長に仕えてましたから、その頃からも学問ちょっと捨ててましたけどね。それで僕がその時まだ43、2、3の時かな、400人おるかおらん学生を1,200、1,300人の大学にしたんです。でその時に僕が学長になって、それで学生数を僕が10年間で4,000人の大学にしました。今は7,000人ですけどね。それでまあ10年間やって学長を辞めて、それからまあそのご縁でまあ教授として残れっちゅうから、定年70ですから、まあ10年間まあ仏教大学の教授で残って定年まで。それで辞めた途端にですね、またなんかその僕はその頃ね、ちょっといろいろちょっと浄土宗の主務総長が理事長だったんです。その頃にね、大学の中身もちょっといろんないろんなちょっと空気があって、まあいろんなことがあって、要するに浄土宗の主務総長の名前だけの理事長はいらんと、大学の中から理事長を出そうじゃないかという空気が出てきてね、まあそういう空気を僕が作ったわけではないんだけど、特にまあ僕が学長辞める前頃からそういう空気が出てきて、で私が学部辞めたらすぐ理事長、ね、浄土宗の主務長の主務総長に、ね、その僕は嫌だと、ね、大体僕は大体ピンと気取ったから、僕がなりたいためにそういうこと言ってるっていうことだったら逆効果だからって、僕は言いにかなんだ。そしたらまあいろんな連中がいんって ね理事長は主務総長っていうのはもう時代と違うと、名前だけの理事長を選んと、本当の大学の経営者としての理事長を欲しいと、いや理事長を作ると言って、その時の理事長を、これなんで僕はその前もってちょっと話をしといたんですけど、話の分かる男でしたから、それで僕は学長辞めると同時に、ね、理事長を、ね、もう主務総長理事長を辞めるということで主務総長と話をつけて、で僕は話をつけに行ってません。だって僕がなりたいためにつけたことになったらいかんから、僕の意を対した男が、僕がなるためじゃないんですよ、だいたい僕をみんなするだろうと空気は分かっとったから、みんなの空気が大学の。で理事長の話に行って、で理事長を僕が大学から選挙で選ぶとなって、でまあ僕が理事長になったと。だから僕は学長をしてそのまま理事長で、ずっと仏教大学だけじゃなしに課長大学も作る、僕が理事長になってから課長大学、課長短大、課長中高と合併し、また東山中高とも合併して、今7つの学校の学校法人仏教教育学園という学校法人にして、でそうこうしているうちに名古屋の東海学園ってあるんですよ、これは有名な進学校です、昔からので、現在そこに東海学園大学と東海学園高校から、昔からの東海高校中学ですね、東海高校と東海中学、4つの学校、それの理事長と、そこの学校に東海学園と、現在こちらの仏教大学とか課長大学とか課長短大とか課長中高、東山中高、7つの学校の両の理事長やってる。9,000やったんですよ、 3年で。で1回生で単位を取ったけど、2回生と3回生だけだと取れない演習があったの、それだけ取れないから、それだけ残して僕はもう僕だけ勤めとったの、で週に1回行ったらいいだけだから。それがね、たまたま僕は金曜日に休み取れたんだ、なんかいろんな仏教大学の都合があってね。ほんで金曜日の演習やってくれてたのが吉村先生だったの、ほんで吉村先生の演習取ったんだよ、うん、またうまいことね、僕は1ヶ月の時にね、これはまたんだどういうことか、僕はチベット語に関心持ったんか、サンスクリットとそれから吉村先生のチベットと僕単位取っとったの、なんか関心持っとったんでね。で僕自身がね、
大体その語学はね、僕は米学校でロシア語やっとったの。ロシア語これね、向こうは勝手に決めるんです。英語版、ロシア語版、フランス語版、ドイツ語、4つ三国関係、英語はみんなやるんです。これはどこの中学校でみんなでこれやるんです。あと3つはね、明治27年に日清戦争に勝って大連とか旅順中、労働半島日本がもろ中国が取ったんですよ。そしたら有名な三国干渉、それが何かってね、ロシアとフランスとドイツなんですよ。三国干渉で日本はせっかく日清戦争で買ってもらった労働半島を泣け泣き返したんですよ。それで陸軍はですね、とにかくね英語だけじゃあかんと、それでロシア語とフランス語とドイツ語やらなあかんって言うんで、幼年学校は英語版、ロシア語版、ドイツ語版、フランス語版作った。でこれは本人の希望じゃないんですよ。勝手あれあれあれやってなんですよ。で私が幼年学校入ったら、私ロシア語版だったの。ほんでロシア語ばっかり3年間みっちり鍛えられて、お前君たちはこれからも満州行ってもロシア語の、あの頃北満州ほとんどロシア人だって、あの八景ロシア、今のね、あの共産党のレーニンに追い出された連中が今でもよくおりますよ。レーニンから追い出されたあのロシア皇帝の亡命者の満州なんですよ。満州へ自分の一党連れて、北満州の北側はほとんどロシア人で、その満州事変の後に今度は日本が満州入ってったんだ。北の方はもうロシア人が圧倒的に多かったんだ。だから僕なんかね、4年学校でロシア語やったんだ、やらされたんだけども、木村のロシア語だったら通訳を、もうパリパリの通訳になれると言われたんだ、ロシア語。それで鍛えられた、4年学校3年間。それで僕から士官学校行って、それから航空士官学校行って、で飛行機乗り出したら、ね、ロシア語なんか何の立場になれへんねん飛行機乗りになったら、だから特攻隊だって言われて、で特攻隊で僕ら一気に先輩がもう沖縄どんどん特攻隊行ったわな。何のためにロシア語みたいにやったんかなと思って、ね、ロシア語で突っ込みちゅうわけじゃねえんだから。でまあそれからまあ終戦で負けて、それで留大行ったん。で留大行って、たまたま吉村さんと出会いがあって、でチベッタンやるようになって、で吉村さんがあのなんかね、あんたも一緒になってやったんかな、その自転、いや仏教だけど僕は激もらいながらね、あのガルバン切りやったんだよ。だからあれはあんた仏教大学にだいぶあれお礼もらわねえかな、お前に。共生という言葉は今一般用語としてよく使われておりますけれども、もともと仏教用語なんです。仏教用語としてこれを初めて言い出したのが大正の中頃だと思いますけどもね、これはやっぱり浄土宗でも有名なお坊さんで、名前が今すぐ出てこないので困るんですけどもね、この人が共生という言葉を言い出して、そして昭和の初めだったか大正の終わり頃に共生会という会を作るんですよ。浄土宗の中の一つに共生会という会を。ですからね、だからもともとこの仏教用語として定着させたのはその方なんです。なるほど。それが戦後はまたこの単なる浄土宗の中のには共生会という会はありましたけども、それはそういう浄土宗の中の一つの仏教の中の一つの宗派の中の会ではなくして、共生という言葉で一般用語として展開させていったのは、その共生会運動をやってる連中は共生とあっちこっちで共生会やるんだ。やっぱり何百人おりますからね、あっちこっちでそういう講演を打ち出して、で戦後共生という言葉が一般がそれになったんですけども、なったんだということはあまりみんなご存じない。そうですね、まあ共生ということは当たり前になってきたから、もう大正時代から浄土宗ではそういう共生会という会までできて、昭和の初めに。ああそうですか。昭和の初めに。しかしよく考えたら、これお釈迦様の仏教の精神ですね。共に生かされ生きる、はい、仏様と共にということもあるし、またみんな人間同士もあるし、人間だけではね、猫とか動物とも共生、自然界の中で生かされているというのは共生。
我々の真言密教でもそれは言いますね。同時存在ということで。そうですか。はい、あらゆる強制上を使い出していそうな、あらゆる生きとし生けるものに三千草木すべて仏性を宿れるというのと同じようにね、うん、如来像を愚子ということを言いますから、どんな人間であろう何であろうとみんな仏様を持っているという、うん、それも同じ考え方だと私は思いますけど、ね、違う、強制というその日本語を使い出したのは、そうですね、それはそれはもそうと、いつ頃かもしれませんけど、はい、私もそれは今初めて聞いました。今はどんどん使うでしょ、強制という、はいはい、言いますね。この言葉どんどん進めるべきですね。そしたらアラブの問題でもね、え全部解決しますじゃないですか。共に生きるんですから、ね、え共に生かされ生きる、ね、僕はよく使いますよ。だから exist simultaneously って同時に生きているっていう存在するっていう、はい、それを言うんですけども、人間同士、ま、自然と共に、また仏様と共に生かされてると、うん、で仏教の心は何か言ったら共生なんだと。縁起なんて難しいこと言う、縁起なんてこと言うからね、強制でいいんですよ、縁起っていうのは。よって起こるでしょ、ご縁があってっちゅうでしょ、ご縁があってっちゅうのは強制、共に生き、共にお互い支えつつっちゅうのが縁でしょ。仏様と共に生かされる、また人間同士が共に生かされる、人間だけではね、動物、植物も共に生かされるっちゅうのが強制ですから。僕らのこの信号の宗派になったらもう本当に難しい言葉ですわ。私はびっくりしたんですけど、集会所と書かれて、集会所はどこやって言うたらパコーンって怒られてます。守衛所と言えって言う、守衛所ねえ、それから発音と書いてホットンって言いますでしょ、ホットン、ね、あれでも難しいですな。だからもう信号ではそう使わないように、長座何やそれもあるけど、真言宗の場合はダラニがあるから。ああそうですね。これはあんた漢字を書けないから。そうですね。まあ漢字で書いてることも漢字で書いてることもね。オンバザダラニをあれ音読みするよ。サンスクリットやってるから。やじ、やっぱりそうですか。凡字で読むんじゃなくて漢字で書いてるんですよ。いやもうひらがなです私。ひらがな。オンバザラサトまでもうそのひらがなやないと言えないです。これじゃ私ども浄土寺でもダラニと唱えますよ、はい、でもその漢字ですよ。ああそうですか、漢字で。ああそうですか。まあそのもの自体が仏様ですね、じがね、だからそれを唱えると、だから少なくともそれは漢字だけど、私たちではもうひらがながそのままで漢字でも、もうましてやもうサンスクリットになったら全然すごい、ひらがなが打ってなかったら発音できません。僕らでもあれよ、真言とか、ね、はい、音三万や里番とかね、はい、やるんですよ、背書きの時に。ああ、いいですね、背書きの時はね、ほつぼ大臣もだらにやるんですよ。そうです、うん、だから僕はまあ大体あんまり白旅を履くことがあんまりないから、白旅よく履いとった頃はね、ざ、はい、ーっと言えました、そのだらにが。あ、そうですか。しかしもう最近まず年に1回ぐらい白飛び、もうこればっかりだから。